今日の漫画どうして出来上がったかと申しますとですね、星野さんが茅ヶ崎にお住まいで、いろいろなその茅ヶ崎のイベントだとか、機会してるんですね、ロータリーをやったりとか、商会所の関係にも入っています。そこで、先生を見てて、田中さん会長、ぜひこういう方がいらっしゃるから、呼んでほしいということが実は発端なんです。そして小川さんは夜の部ではですね、春という素晴らしく美味しくていい仲間が集まる、あそこはクラブというんですけど、もっとあのラインがあるんですね、というのを一中通りです。一中通りの真ん中辺の海から左側で持ってですね、やってるんですね。駐車場はその先 のコンビニに止めてちょっと歩いて戻るんですけども、そこに実は私1回目行った時はいらっしゃらなくて、2回目に行った時にいらっしゃって、1回来てくださいということで平塚に来ていただきました、うん、で3回目がなんかやるものだけじゃなくて、4回目ぐらいに来た時にお願いしてですね、電話で乗って、取り次いでいただいて、今日の、まあ、きっかけになったわけです。でやはり講師でもですね、いろんな方が実はいらっしゃいます。自分から売り込む人、田中さん、講師やらせてください。こういう方は私は 100% ノーです。売り込む方は絶対にした、うん。その代わりに、この人をぜひ呼んで、お話を聞いてくださいという場合、その方の思いが強い場合は私は 100%、その方を知らなくても、交渉します。今回の場合は、その講師が、まさに今日の話を聞いて、この方は行為、真意という部分では公の利益でもって言うというか、そして今回ももしかしたら平塚での講演が自分ご自分の小さい時からのいろいろなものを整理するのにお役に立ったのかもしれないな、きちんとそのああいった形でもって自分の心の中を感じできる人というのはなかなか力がなくてはできるものではありません。そういう意味ではまさしく最初の冒頭の回答挨拶で申し上げたように、まさしく倫理を知らなくても倫理を実践されている方がここにいらっしゃるということで、私は今日本当に嬉しく思いました。茅ヶ崎がますます発展することは間違いないと思いますし、こういった副大臣、左大臣もですね左右に変えて、これから茅ヶ崎の人からスタートしに来ていただきたいと思います。これをきっかけにしてまた2回目3回目のご講話をお願いできることになると思いますが、よろしくお願いします。今日は本当にどうも。